こんにちは、仙人です。今日は9月の7日、暖かくなってきました。目の前の桜、綺麗に咲いております。満開ですね。友達と来たのですが、目の前のね、桜の向こう、あの山が気になって仕方がないです。もう少し近づいてみますね。ちょっと入ってみようかね。正面のあの木、桜ね、これ満開ですよね。けども、あの木が気になるんですよね。どうですかね、これね、見えますか皆さん。ちょっとね、上の方でね、これです。夏になったら樹液が出ると思うんですけど、いるのかな、気になるね。入ってみますね。どうかな、ちょっとね、これ勾配がきついね。転びそうですよね、これね。見た感じ良さそうな最終木は見当たりませんね。ねえ、やっぱりね、この場所、この今入ってるこの山は別ですけどね、この周りがね、人の出入りが激しいとこなんで、危なっかしい蜂のつくような木は多分切られてるかもしれませんね。おっと。それらしい気はあったんですけど、ちょっとこれでは寂しいですよね。ね、雰囲気ないですね。ないなぁ、これね。ね、良さそうな木は、ああやって切られてるのか、こけたのか、どっちかですよね。ねえ、年々ね、いい木やなと思ってもね、こけてしまうんですよね。この木は良さそうなんですけどね。雰囲気がね、やっぱりね、時期的にね、樹液の匂いとかすればね、また違うんですけどね。あの正面に見えてる木ね、あれなんかちょっと見てみ、もうちょっとじっくり見てみましょうか。この木はいまいちです。これもね、よかったね。もうちょっと過ぎ去りましたね、この木はね。かなり朽ちてますよね。雰囲気ないね。今見ていたあの木が一番雰囲気が良かったんと違うかな。どれだったっけ。ああ、見えてる、あの向こうですね。見えましたよ。他に木は、だけかな。この木ね、これ樹液が出てたら夏うるさい木でしょう。これはね、ボンボン蜂やカブトや飛んでるかもしれませんね、これね。ちょっと半分朽ちかけてるかな。だね、どこかしらから樹液は出るはずなんで、この辺にね、虫が生存でもしていれば、この木につくことでしょう。なかなか良さそうですね。
かけてるね。きつい台風が来たらこけるんちゃいますかね、この木もね。まだ芯はあるみたいですからね。おそらく利益は出るでしょう。この夏一回寄せてもらってもいいんじゃないですかね。ここが良さそうね。この根が良さ、ここ良さそうですね。あんまり人があまり来てないような感じがしますね。掘り起こしてないですもんね。これね。もうよく人が来てるんですから、もう掘り起こした跡が残ってるもんね。この葉っぱをのけたらね。それがないですから。だいぶ奥が入ったと思うんですよ。みんな来るの嫌なのかな。もうね、この夏だって一回寄せてもらいましょうか。でもね、見渡す限りね、この木だけやからね。これ帰りこの木で取れんかったらフラフラでしょうね。ここまで来てね。かなり歩きましたからね、ここまで来るのに。ほんまにいるのかな。まあまあね、あれやこれやって言うよりもね、来てみないとわからないんでね。とにかく、なんとも言えない木ですね、これね。枯れはしてないんですけどね。けど枯れかけって言うたら枯れかけかもしれませんね。まあまあこの夏来てみましょう一回ね。またね動画で映しますしね。さあ皆さんシーズンですよ。越冬から目覚めてきました。 YG のクワガタ82と52の甲で76ミリ、メスが 84.5ミリ と50ミリの甲で48ミリです。オス3頭、メス3頭用意しました。どうですか皆さん。今年からオオクワガタを始めようと思われる視聴者の方、お譲りします。この機会に応募して手に入れられてみてはどうですか。この夏飼育をして80ミリ超えのオスと50ミリ超えのメスを目指して一緒に楽しみませんか？うわぁ、肝心なこと言い忘れてましたね。この個体たちは去年秋に成虫になって越冬させた個体ですのですぐにブリードできます。応募方法を言います。大体いつも同じなんですけどね。Google フォームから入ってください。一応ね、締め切りは4月の17日の夜の12時まで。当選者の発表は4月21日。抽選会を動画で配信させていただきます。これだけ暖かくなれば、まあ、オオクワガタの飼育にとっても環境で言うたら抜群ですよね。存分に楽しめます。まあこの個体を手に入れてご用意してください。この夏一緒に楽しみましょう。なお虫はね、譲渡させていただきますが、送料、宅配便の手数料は着払いとなりますので、ご負担よろしくお願いします。
気温が高い時はクール便を使うことがあります。少し宅配料が高くなりますけども、ご了承ください。教えていただいたメールアドレスなんですけどね、連絡が取れない場合があるんですよね。となると受け取り日の相談ができないため発送することができなくなります。3回メールを差し上げても連絡が取れない場合は無効とさせていただきますので、ご了承ください。飼育してみようと思われる皆さん、お待ちしてます。こんな感じの虫なんですけども、オスは76ミリでメスは48ミリ、76ミリって言ってもコンマは絶対つきます。 76.5、48.5 とかなってるんですけど、コンマの読み方は人によってそれぞれ違います。だから切り捨てで76ミリと48ミリという形で表記させていただきます。たくさんの応募お待ちしております。飼育をしてみようと思われる皆さん、どしどしご応募してクワガタライフともに楽しみましょう。本日の動画はここまでになります。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。